こんにちは、獣医師の稲垣です。今日はですね、スタッフの猫ちゃんのニャーニャちゃんが来てくれました。初登場ですね。ニャー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 、ド緊張で診察台の上にへばりついています。かわいい。ニャーニャさんはね、お家では爪切りがねめちゃくちゃ暴れちゃうっていうことで、今日はね病院に爪切りに来てくれました。爪切っていこうね。ニャーニャー、全然顔見せてくれないニャー。なんかわいいね、すごいね。すごい、この手が拒否をしているね。じゃあ爪をね切っていきたいと思います。お家ではねなかなか爪が切れなくても、病院だと緊張してしまってね爪が切れるっていうこともよくありますので、そういった方はねお家で頑張ってね、ストレスをかけて爪を切らなくてもね病院に任せていただければと思いますので、爪切りだけでもね病院でできますから、遠慮しないでね来ていただけたらと思います。じゃあね、いつもお家ではね膝の上に座って、爪をね切っていってるみたいなので、今日もそんな感じでねやっていきたいと思います。じゃあ飼い主さんのスタッフに抱っこしていただいて、環境がね変わるだけでもだいぶ爪切れたりしますからね。じゃあひっくり返そうか。かわいい。よいしょ。前の手がね苦手なんですって。うん、いい子ちゃんだね。これねコツとしては、前手嫌がる子すごい多いんですけど、前手をねこうギュって捕まえたり、こう前手をこうつまんで引っ張ったりすると嫌がる子がすごい多いので、とにかくこの人のなんかこの人の出せる範囲の腕っていうのをなんかこう自然な感じでこの出してる手に合わせてこう自分が寄ってって切ってあげると割といいですね。で爪をちょこっとこう出してあげて、こうあんまりギュッてしないっていうか、力を入れないっていうか、そうするといいですね。反対側行きましょう。これもやだねーやだねーってしたら、やだよねーってして、でこの位置がこの方が良ければこの位置で切ってきます。
ですよね。お、ここの爪すごい。お、ここの爪もすごい。テレビはどうですか。いい子ちゃんだ。こんな感じでね、切れてますね。いいですね。終わったよ。あ、かわいい。まんまるおまんじゅう、美味しそう。にゃにゃ終わりました。こんな感じでね、爪切り苦手な子はね、とにかく腕をギュッとつかまないことですね。まあでもね、お家だと甘えちゃってね、どんな触り方してもピャーって逃げちゃう子も多いと思うので、無理しないでね、病院の方に来ていただけたらと思います。今日はね、初登場のにゃーにゃちゃんでした。かわいいねー。